主軸道区構造文法はカール・ポラードとイヴァン・サグが開発した非派性的生成文法理論である。一般格構造文法の直接の後継である。HPSG はコンピュータ科学からも関心を寄せられ、フェルディナンド・ソシュールの C 入の記法を使う。形式主義的でモジュール性があることから自然言語処理からも関心を寄せられている。HPSG の文法には 原則や公文規則だけでなく、従来は文法に含められることがなかった、語彙も含められている。その形式主義は語彙主義に基づいている。すなわち、語彙は単なる単語のリストではなく、それ自体が十分構造化されている。個々のエントリーには、型が付けられる。それらの型は階層を形成する。HPSG が扱う基本型は c u である。語徳は、 シーニュの二つの異なる派生型である。語は二つの素性を持つ。本とシンズムであり、共にさらに細かく分類される。シーニュと規則は片付き素性構造として形式化される。HPSG に基づいた高分解析器がいくつも作られ、その最適化が最近の研究対象となっている。例えば、ドイツ語の文章を解析するシステムが、 ブレーメン大学から提供されている。オランダ語向けには、フロー人間大学が開発したアルピノがある。各種言語の大規模な HPSG 文法がデルフイン協力ネットワークによって開発されている。ドイツ語、英語、日本語に関するものがオープンソースのライセンスで利用可能となっている。ありがとうございます。